限ってきた。純粋にこう試合するのが楽しみってのはなかなかないから、自分が楽しみなんだから、お客さんも楽しむ用意しといてこれもらいたいね。マシノもね、今もうレスラーとして完全に横並び以上になってるはずだからね、俺は俺で昔教えてたことはあくまでもタフとして一レスラーとして、すごいぶっ潰しがいのあるレスラーに本当になったから、会員隊道場、面白いじゃない。ていうか俺が面白くさせるよ、もっともっと、マシモのベルト全部取って、プエルトリコで、練習生をやっていた時に一番プロレスの基本の基礎の基礎の部分、プロレスのイロハを教えてくれたのが源太郎さん、その源太郎さんとこのタイミングで海援隊道場が10周年を迎えるという年に一騎打ちタイトルマッチ行う、面白いじゃないですか。まあそういう関係なんで、ちょっとした指定対決、まあ伝わってないかもしれないですけど、自分としては師匠越えをするべき場だと思ってます。もうこれは本当に自分の成長を見せると同時に、こんなにすごくなったんですよと、あなたの弟子はあなたより強くなったんですよと見せる場だと思ってますので、源太郎さんの描くシナリオは十分に分かっています。それはさせません。もうすでにタッグリーグ優勝を阻みました。次タイトルマッチ、あなたはシングル取ってその後タッグって考えてるでしょうけど、シングルもタッグも取らせません。まずはシングル、その後タッグに行かせないためにも自分が勝たせてます。